吉田トンのいいフットボール。はい、こんばんトンです。吉田トンです。よろしくお願いします。というわけで、今日はですね、ちょっとチャレンジ企画ということで、現環境はですね、フィジカル環境って今皆さん言われてるじゃないですか。ということでね、今日の企画はですね、全員スタメン全員フィジカル90以上スカットを作ってきましたね。いや、全員フィジカル90にすればマジでこの環境で一番強いんじゃないかと思って、そういうスカットをね組んできましたんでね、これでちょっと試合に挑んでみたいと思います。よろしくお願いします。というわけでちょっとね簡単に選手を見ていきましょう。まず下から見てこう、ワンビースさん、はい、フィジカル90、サリバ91、まあキーパーはちょっとね無理だったんであれですけど、フィジカル富安91、カンナバル90、そしてビエラ90、ライカルト91、チェラード90、そしてバティストゥータ90、フリット92、そしてキングメッシ90と、もうすごいでしょこれ。フィジカル、すべてがフィジカル90以上という。で、スタメンもそうなんですけど、メンバーもなるべく、全員90以上はちょっと無理だったね、ベンチメンバーまでは。ただ、なるべく、90以上。トラオレ、そう、連れてきたんだよ、こいつ、そうだ。トラオレ、そう、入れてきたら獲得したから、これ。これ、ちょっと猛威古いぞ。正直、こいつ、ちょっとやばそうな気がすんだよな。これ、好調だったらスタメンで使ってみるか、トラオレ。ロナウドもね、84とか、ライブなんか、そして、テュラム。レオン90でしょ、これ。ウリヘネス90。まあ、この辺は91あるね。オカフォー88。まあ、スパサブついて90に上がるとして。ダービッツも88あります。そしてジベルシバ89、ウリヘーネス、アンブロジニカ90、アラオコ89。あ、これなんでいるのなんでこいつだけいるの、あれ外すの忘れた、ちょっと待って。はい、というわけでこの、ちょっと90以上スカットでちょっと試合に挑んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでいってみましょう。スタート。というわけでね、今回からね、ちょっと以前の動画、オカゴーの動画でいただいたコメントをね、ちょっと、抜粋して読んでいきたいと思います。まず、リオネル拓也さん、オカトンということでね、これ、オカホーを、トンと組み合わせて、オカトンになってるってことですかね、これはね。はい。というわけで、次、Y プロダクトさん、ムサディアビ、かっこ。なんで俺はこいつのために犠牲にならなきゃいけないんだった。なかったんだ。畜生というね、これ前回のライブ配信、前々回か。で、僕が、オカフォーを、レベルアップしようと思って、タレントポイントをね、トレーニングコーチを使おうと思ったら、間違ってディアビに使っちゃったんですよ。で、オカフォーの分がないから、そのディアビをわざわざオカフォーに食わせたっていうことで、ディアビのコメントを代理して読んでくれたんですね。そして、ウーマさん。おかわりおかほう。おかほう激強。そう。おかほうの動画2回目なんですよ、昨日のやつが。だ昨日のやつはさらに指名契約強くなったということでね。おかわりおかほうというね。そして、鮭ひまじんさん。まさかおかほうも2本目の動画上げられると思う。そう。思ってないだろうな、おかほうもな。さあ、というわけでね、マッチングショットで試合行っていきたいと思います。さあ、じゃあその、ね、ゴリゴリチームがどれだけ調子がいいか見ていきましょうか。はいはい、おおおおか、おお、これ行きましょうか。下これ待って、この巨人サントリオで行くかはい、というわけで、ちょっと巨人、全員フィジカル90スカットやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、よろしくお願いします。 OK、 言うてね、巨人って言ってもやっぱ強いですか、みんな。お、ちょっとジェラードなんか起きてた今。さあいいよ。さあ行きましょう。 OK、 はい、ここ抜けます。フィジカルで行け、フィジカル抜け出しはいいね、やっぱりね。フィジカルで行け、抜け出しは絶対いいと思うよ。はい、フィジカル感覚、はい、理不尽。そしてジェラード、止められないよねこれ。
強いんじゃないこのフィジカルスカットマジで。マジであるんじゃねえかこの。理不尽すぎだもんこれ。やられるんかい。相手のフィジカルモンスターもやるわ。バティスピード振ってっから。遅い。遅い。頼むぜ。やられた。くそ。ダメだ。嘘だろ。重い。負けるな。いけいけ。でかさ、ビルドアップをもっと高さでやってた方がいいのかな。パソコンフリットに預けてもいいような気がするんだよな。全然フリットのとこ飛んでってないよ。いいよ。チャンス。チャンス。惜しい。くぅ。とりあえず前半は、1-2 ということで、ちょっと逆転されてますけど、もうちょっとなんか理不尽さ出した方がいいのかな。変えてみる、ここ。マティを、これで、これ、行ってみるか。あ、ピンクの持ってないんだ。強そうだよな。センターフォワード使ったら強えんじゃねえかって感じするんだよな。いいぞ。お前のウィングぶち抜き見せてやれ。違う違う、体勢が悪いよ、ジェラード。そう。はい、行け。いいぞ、いいぞ。お、いいよ、いいよ。ほらほら、行け行け行け。取れんじゃん、それ。そうだよね。エアバットついてますか、あいつ、なぜか。ほら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 、来たよ、始まったよ、この。この理不尽さ始まったよ、ほら。あ、これいけるぞ。そう。そう。そう。勝てる、勝てる。いけるぞ。いいぞ、いいぞ。ちょっと変えます。ここに置いて、これで、このモンスター育成。モンスターズフォーメーションでいきます。これでやってみます。トラオレみたいな選手大好きなの俺。さあこれいいよ。さすがにその選手には勝てんじゃないか。惜しい。さあ行こう。さあこれ、そうそう。全員フィジカル、全員フィジカル、いいぞ。全員フィジカルだ。トラオレがすげえいい動きした。やばい、やってるよ。もうなんなのこれ、クソだな。いいよいいよ、背負っていけ。オッケー。ナイスナイスナイス。フィジカル、フィジカル。フィジカルだよこれ。もうサイドバックいるからか。オッケー。さあトラオレ。早いね、早いね、早いね。いいね、早いね、トラオレ。これなんかあるぞ、育成。これあるほら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 。やばい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 。取れるぞ。ピンチじゃないこれ。いいね、おい、勝ちました。いや、攻撃力は半端ないね。カンナバーロがやっぱ背が、身長もやっぱ欲しいかもしれない。ただフィジカル環境、この全員90以上使うとマジであるんじゃないってか、思った以上にトラオレが強かったということでね。これ
ね、いいんじゃないですか。皆さんもちょっとフィジカルね、ある選手ちょっと使ってみてはいかがでしょうかということで、ね、以上になります。今日は終わりです。オッソンでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。